西暦2017年、ドクターテキーラは南海の孤島に超巨大遊園地ハートフルパークを建造した。オープン2日後、入場者は約50万人を数え、場内の活気はピークに達している。だが9月15日昼下がりの午後、島は突然にして恐怖のるつぼと化した。テレビをご覧の諸君、聞いて驚き。今からハートフルパークは独立帝国となり、本土に対して宣戦布告する。だあ、賢いやつは逆らうなよ。わしの作った兵器は核ミサイルでもびくともせんぞ。だあ、あとこちらには50万人の人質がいることもお忘れな。じゃね。やつの言っていることは本当だ。やつが発明したウイロイド合金はどんな爆薬を使っても傷一つつかないんだ。絶望的だな。アーミーの連中も動きが取れんらしい。私に任せてくれない？昔彼の研究所に勤めてたから、ウイロイドの分解法則がわかるの。母さん、帰ったっきり研究室にこもりきりなのよ。またどうせくだらないもの作ってんじゃないの？今度のはくだらなくないよ。なんたってこの国の未来がかかってるんだからね。ハートフルパークに人質が取られていることは知ってるわよね。うんうん。今から私の作ったロボバイクに乗って人質解放に向かってちょうだい。いきなりそんなこと言われても。なんで私らが行かなきゃなんないの？こういう時にあんたたちの言うくだらない発明が役に立つのよ。
らこの辺りにホラーハウスがあるよね。やだ、怖そう。つべこべ言わずに行くよ。Yeah!
そろそろお昼にしよっか。賛成。お腹すいた。だあ、またんかいこのクソザル。お姉ちゃん、相手は猿だよ。綺麗な夕焼けね。夕焼けといえば、ラーメンよね。
こちらカシス。そこからまっすぐ北へ向かうとテキーラの基地があるわ。パレードが始まるみたいだよ。ああ、楽しそう。早く行きましょう。おいこら、聞いてんのか。
ドクターテキーラの基地は目の前よ。ぶちのめしてらっしゃい。よーし、思いっきり暴れてやるわ。まったく二人とも血の気が多いんだから。生意気な小娘どもめ、必ずこの二人を引っ捕らえろ。いっしWe'll be right back.
生意気な侵入者よ、このデスフォールで地獄に落ちろ。これ。これってドクターテキーラの日記じゃないの？ちょっと読んじゃおっか。我が愛しのカシス、あなたはなぜ私の研究所を出て行ってしまったのか。あなたがいなくなって、私は初めてその重要さに気づいたのだ。研究所仲間で遊園地に遊びに行ったとき、
あなたはとても楽しそうだった。私はあなたに捧げるために世界に誇る遊園地を作ろうと思う。一つの愛から生まれた遊園地、ハートフルパークだ。長い年月をかけ、ついにハートフルパークが完成した。しかし、それと同時に私は、私の恋が永遠に実らざるものとなったことを知ったのだった。その頃から徐々に、私の心が私のものでなくなっていく感じました。この日記はお土産に持って帰ろう。そうね。レスカとレモネの活躍によって人質は解放され、ドクターテキーラは消息不明となった。ただいま。おかえり。二人ともよくやったわね。さすが、私の娘だけあるわ。これ、母さんにお土産。何よこれ。そんじゃあ、私たち先に寝るわ。今日は疲れたものね。おやすみ。